い、皆さんこんにちは。今日はトミカの最新の予約情報をチェックしていきたいと思います。でちなみに昨日予約受付がされたこの日産の限定トミカ、皆さん予約できましたか？第1回目の予約受付の時は本当にネットが繋がらなかったね。で何回も何回もアクセスしてようやくカートに商品入れても決済画面で止まったりとかね、大変だったね。でちなみに私はこの第1回目の時になんとか予約ができました。だいたい15分弱ぐらいで完売してたね。で第2回目の予約受付の時も見てたけど、だいたいこれも15分弱ぐらいで完売してました。で本当にネットがつながりにくかったから、本当に欲しい人も買えなかった人いるんじゃないかな。ですぐにヤフオクのページ見たらもう予約確定品っていう感じで出品されてたね。ちょっとこういうの見ると悔しいね。で今日はその他の予約情報を見てみたいと思います。で今予約受付されているところで見ていくと、トイザラスオリジナルのカートップロードスターだね。これはトイザラスオンラインで今も予約受付されてます。これは人気が出るのかな、ちょっと未知数だね。だけど全体的にこうカラーリングとか綺麗だから、この辺人気出てくるのかな。下見ていくとサスペンションとソフトトップの脱着っていうのがあるんだね。で次がアピタピアゴオリジナルの世界の国旗トミカ、ギリシャ国旗タイプだね。でこれが11月24日発売だけど、これが予約がもうじき開始されるね。でこのアピタのインターネットショッピングのページを見てもらうと、予約商品11月24日発売のトミカ 2000GT ギリシャ国旗っていうのが出てくるね。でこの辺の下のページを見ていくと、これなぜか写真がメキシコ国旗で間違えてるね。だけど下の方を見ていくと、アピタピアゴオリジナルギリシャ国旗タイプって出てて、販売期間は11月6日10時から23時59分で、ここで予約が受付されるってことだね。で今現状では予約が受付されてないから在庫なしになってるね。でちなみに毎回お一人様3個限りでの予約受付になってます。でこのショップは宅配で受け取ることもできるけど、送料もったいないなと思う人はこの店舗受け取りを選ぶと送料が無料になります。だからこのギリシャ国旗タイプを手に入れたい方は11月6日に予約をしてみてください。でアピタピアゴオリジナルの国旗トミカの最近の予約状況を見てると、だいたいお昼前後ぐらいで完売するような感じかな。で下の方を見ていくと TNC オリジナルのミシュランモータースポーツトラックだね。でこのトミカは予約受付が終了しているお店がもう大半じゃないかな。以前動画で予約情報を紹介させてもらった時がちょうどいい予約のタイミングだったのかな。もう一つシリーズもののトミカ幕末コレクションだね。坂本龍馬トミカ、これが今予約受付してるかな。書店限定トミカだから、オンラインショップだとイーホンっていうところで予約が受付されてます。でこれも宅配受け取りじゃなくて店舗受け取りっていうのもあるから、送料かからないパターンも選べるね。もう少しするとオンラインショップのオムニセブンでも予約が開始されるんじゃないかな。この辺もチェックしていきたいと思います。はい、今日はトミカの最新の予約情報をチェックしてみました。確定情報としてはこのアピタピアゴオリジナルのギリシャ国旗タイプが11月6日10時から予約受付だね。若干ネットがつながりにくいかもしれないけど、日産限定のトミカほどの感じではないと思うから焦らず予約してみてください。その他特注トミカではバスの特注トミカっていうのがいろんなバス会社さんから出てきてるね。この辺もまたチェックしていきたいと思います。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またチャンネル登録もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。